ただいまより K-1 ライジングサン99日本対世界第一試合を行います。本コーナーより宮本大会神風ではアンディ・フグと対戦し、バックフロー2発でマットに沈んでしまった宮本昌。その悔しさを胸に大会後は正月返上で合宿を張り、さらなるパワーアップを果たして平和のリングへ帰ってきた。今日は己の持てる空手魂を全て拳に込め、一撃必殺を誓ってリングに上がる。世代のモーリス・スミスと評する声もあるほど、その素質を高く評価されているラス・ホワイト。14戦12勝のうち 9KO と高い KO 率を誇る選手で、今回も派手な打ち合いを見せてくれそうだ。One question.
レッグのワンコーション、ワンコーション、ワンコーション。オッケー。このコーナー、ラスホワイト選手にロープロープため警告ミッチが与えられました。ゴI am going to say, I'm 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 going to say,目まぐるしい打撃の応酬が繰り広げられた第1ラウンド。特に後半は両者とも休まず攻め続けたが、お互い決定的なダメージを与えることはできなかった。Shut up!
くれ、頼んだぜ、来い、来い、2ラウンド前半はホワイトの攻撃が効いたかに見えたが、宮本はこれを気迫で耐え、後半疲れの見える相手に対して怒涛の攻めを見せた。最後はホワイトが戦意喪失、両者の魂の差が結果に現れた一戦だった。今日は日本が全勝しないといけなかったんで、いやしかも日本代表って言われてるんで、それだけは僕たちの守らなかったです。まず本当に支えてくれた皆さんに感謝を言いたいです。本当にありがとうございました。